質問は、石材王仏と宝蔵菩薩との関係についてですね。石材王仏と宝蔵菩薩との関係ですね。一言で言いますと、石材王仏とはですね、阿弥陀仏のことです。石材王仏とは阿弥陀仏のことです。そうすると宝蔵菩薩は石材王仏とは阿弥陀仏のこと。となると宝蔵菩薩は釈迦、お釈迦様が説かれたお話ですけどね、宝蔵菩薩は何を例えてるんでしょう。石材王仏とは阿弥陀仏のことなんです。そうすると宝蔵菩薩は、はい、そうですね、私のことです。だから石材王仏と宝蔵菩薩との関係は阿弥陀仏と私、阿弥陀仏と私の関係、もっと言うならば阿弥陀仏を見た時の私の気持ちについて説かれているものが、石材王仏と宝蔵菩薩との関係です。見た時、そう、阿弥陀仏を見たらどんな気持ちになるのか、どんな体験をするのか、どんなことを思ってどんなことをしようとしていくのか、それが説かれているのが石材王仏と宝蔵菩薩との関係です。石材王仏って私親鸞会でいた時に小信玄の中でしか聞いたことがなかったので、はい、関係がよくわからなかったんです。はい、石材王仏が阿弥陀仏だっていう根拠は何なんですか。石材王仏が阿弥陀仏だという根拠ってことですか。それは宝蔵菩薩から見てですね、先生だから、この宝蔵菩薩が私と思ってないんですよ全然。だから今からここに書いてある宝蔵菩薩の内容は私のことなんです。それが分かれば、石材王仏は阿弥陀仏のことを例えられているっていうことは、非常に明らかなことなんですね。なんで例える必要があったんですかね。なんで例える必要があった。簡単ですよ。私はね、救われたというふうに勘違いする人が山ほどいるからです。救われたらどうなるかっていうことが説かれてるんです、大無量寿経に。宝蔵菩薩と同じ気持ちが起きるっていうふうに説かれてるわけ。
だから法蔵菩薩というどえらい方が増しましたというふうに、見ているとわからなくなるんです。法蔵菩薩は私を例えたものなんですね。だから、ここで大事なのはですね、阿弥陀仏と十方諸仏との関係なんです。阿弥陀仏とはですね、これ弥陀、とはですね、形がないものなんです。目に見えないもの、目に見えない働き、その目に見えない働きがですね、こう目に見えないこうね、働きが目に見える人の上に現れた時にですね、その人は十方諸仏の一人になる。ちょっともう一回言ってください。ごめんなさい。阿弥陀仏っていうのは目に見えないお力なんですよ、はいね、その目に見えないお力がこのただの人にですね、ただの人ですよ、ここにあるのはただの人、はい、普通の人にその力が、はい、加わってですね、はい、現れた方が十方諸仏なんですの一人。十方諸仏って、うん、じゃあ元はただの人なんですか？そうです、ただの人です、うん、十方諸仏っていうのは私たち同じ人間です。その同じ人間だと思ってください。十方諸仏っていうね、とても偉い方がおられるではなくて、ただの人が阿弥陀仏という力をいただくと仏様になるってことなんです。で、お釈迦様はいつもですね、何を説かれていったかというと、このお力は一体どういうお力なのかっていうことを説かれていったんです。わかりますかね。仏とはこういうものである、仏とはこういうものである。お釈迦様はね、常にそういうふうに説かれていったんです。仏とはこういうものである、私はじゃないんです。仏とはこういうものだ、仏とはこういうものだ、仏とはこういうものだ。そのお釈迦様が仏と言っていたのは、その力のことなんです。じゃあこの肉体を持ったね、お釈迦様という人はどんな人か。それはただの人だったんだけど、その力をいただくことによって、ただの人から人ではね、人を超えた存在、仏になる。まずそこが大事なんです。こういう関係があって、お釈迦様はその目に見えない仏様の存在を世知罪王仏に例えて、この釈迦、お釈迦様自らのことを法蔵菩薩に例えて教えられたものが、世知罪王仏と法蔵菩薩の物語なんです。物語なんですか？はい。そこで一番言いたいことは、法蔵菩薩というどえらい方が増しましたということではなくて、私がですね、仏様という存在を見たらどう変わったのか、それを例えられているお話なんです。だから法蔵菩薩はね、先ほど誰ですか、お釈迦様。そうなんですよ、お釈迦様でいいんです。でもお釈迦様だけじゃないんです。みんな、お釈迦様だけじゃなくて、みんなそうなるんです。法蔵菩薩となる。そうすると、いや、みんなの
先生でおられる方はね、阿弥陀仏しかないですよね。だから接在王仏は阿弥陀仏のことを例えられたものなんです。だからもし阿弥陀仏を私たちが見たならば、どんな気持ちになるのかっていうことが説かれているんです。見たならばっていう、見たっていうのはどういうことですか？阿弥陀仏を見るということです。はい、この目じゃないですよ、心の目で。阿弥陀仏を見たならばどんな気持ちになるのかっていうことが、説かれているのが接在王仏と法蔵菩薩との関係なんです。だから法蔵菩薩と同じ気持ちになるんです。私が阿弥陀仏に、阿弥陀仏を見るとね、阿弥陀仏を見ると法蔵菩薩と同じ気持ちになるんです。ここが大事なんです。以前阿弥陀仏と法蔵菩薩の関係をお聞きしたときに、はい、法蔵菩薩がインで阿弥陀仏がカって教えていただいたんです。はい、はい、まあ、結局同じこと、ね、そうですね、同じことですね。阿弥陀仏を目指していくようになる、接在王仏を目指していくようになる。だから仏様を見た人は仏を目指すようになる。だから阿弥陀仏を見た私がですね、阿弥陀仏のようになりたいと思う心を菩提心という。法蔵菩薩と接在王仏との関係で言ったならば、接在王仏を見た法蔵菩薩が起こした心、それが接在王仏のようになりたいという心なんです。これも菩提心ですね。だから接在王仏のように私もなりたいという、これを仏教では菩提心って言うんですよ。そして親鸞聖人はこれを信心と言われたんですね。だから信心欠如しましたということは、接在王仏の前で法蔵菩薩が起こした心が私にも起きましたということなんです。だから親鸞聖人は門というは主上仏眼の正気本末を聞きて、疑心あることなしと、これを門というなると、こういうふうに言われて、仏眼の正気って言ったら、接在王仏が法蔵菩薩の前で起こした菩提心、このことなんですね。これを聞いて、元から末にかけて聞いて、ああ私も同じ菩提心が起きましたというのがね、これが門、つまり救われた、阿弥陀仏に救われたということなんです。まずそこが大事なんです。その私たち
はですね、信と行がないと仏になれないんです。信と行がないとですね、仏という結果は得られない。仏という結果っていうのはその浄土に入ったことを言うの？いやいやいや違いますよ。今仏ですか。浄土に入ったことを仏とは言います。はい、仏というね、仏という身になるためには信と行が必要なんです。で、浄土真宗、浄土門はですね、この信を起こすことが大事だっていうふうに教えていかれたんですね。だけど、聖道仏教はたとえ信を起こしても、行がなければ仏になることはできないと。こういうふうに、主張したわけです。ここがポイントね。信っていうのは、いわゆる仏になりたいという心。その心というのは、石材王仏が法蔵菩薩が石材王仏を見た時の心なんです。これが信なんですよ。白い点が入ったっていう時のことを言ってるんですか、菩提心。いや、真っ黒い心の中にポツッと白い心が起きるかどうかということは置いといてね。とにかくこの心が起きないとダメなんです。まずこの心が起きないといけないんです。で、浄土仏教ではこの心が大事だっていうふうに説いていったんです。聖道仏教はこの心が起きても行がなければ仏にはなれないっていうふうに説いたんです。仏、その行って何かって言ったら、法蔵菩薩が実際にこういうふうな身になりたいと言ってやった行いです。それをここでは行というんです。だから信と行があって初めて法蔵菩薩は仏になったんです。阿弥陀仏になったんですね。で、私たちも信を起こしただけでは仏にはなれない。行が必要なんです。聖道仏教の言ってることが正しいということ。聖道仏教の言っている人の言っていることが正しいわけ。まず信だけでは仏にはなれないんです。例えば信を起こした、はい、臨終を迎えた、はい、阿弥陀仏っていう仏に、ね、なれるかと。行がないじゃないですか。ここがポイントね。信と行がなければ仏にはなれない。ポイント、その信さえも実は起こしてない。私たち。信って菩提心のことだから、石材王仏を見て法蔵菩薩が起こした心、その心と同じ心を私が起こさないと、信さえも起きてないんです。信心さえもないんです。だから信心決意しました、私幸せです、私もなんで幸せな身になったんでしょうっていうのは信心じゃないんです。全然信心とは違う。信心って菩提心のことだから。これから仏を目指して頑張りたいと思いますっていうのが信心なんです。
で、聖道仏教の人たちは浄土仏教の人たちに対して信心を起こしても菩提心を起こしても行がなければ仏になれないんだって攻撃してきたんです。ここで言う信っていうのはね、阿弥陀仏は必ず浄土へ連れて行くというふうに信じることじゃないんです。ここで言う信って仏教の常識では菩提心に決まってるんです。菩提心に決まってんです。これは心っていうのは、その菩提心っていうのは法蔵菩薩が石材王仏を見てね、私はこれから修行に励んで六度満行に励んで仏の悟りを目指していきますっていう心なんです。いや本当にね、信心決意しました、よくありますよね、インターネット上で私は救われましたと。もう本当にそうならばね、これからね、あなたのご活躍を本当にね、念ぜずには折れないですよ。ぜひね、これから頑張ってください。ところが、頑張ってないわけ。もう、私救われました。ああ、これで終わった終わった。こういうの菩提心って言うんじゃないんです。菩提心って今ね、こう目の前に苦しんでる人がいる。その人を本当にこう助けてあげよう。頑張っていこうと、こういう気持ちなんです。いや本当に信心決意されたならば本当に嬉しいですよ。私は菩提心が起きたってことですから、当然ね、菩提心が起きた人は善に励んでいくんです。だって善をしようっていう気持ちが起きたんですから、善をしようっていうのは相手の苦しみを取り除いてあげようという心、それは自分がね、たとえ身をもろもろの苦毒のうちに終わるとも我が行は精進にして忍びてついに食いつとですね、相手を幸せにするために自分がどんなに苦しい、ね、ところに追いやられたとしても、どんなに苦しんだとしても、どんなに苦労したとしても、私はあなたを幸せにするという種まきを決してやめないってことなんです。例えば子育てで言ったらね、この子を幸せにしてあげたいとなったら、当然、一人前になるまでね、何年、いや20年なら20年という時間をかけてあげなくちゃいけない。その間ですね、子供が文句を言ってきたり、反抗期でですね、親に対してひどいことを言ってきたりすると、そうするとね、もうなんでこんなにひどい目にね、あってまでこの人を幸せにしてあげなくちゃいけないんだろうって思うじゃないですか。その時に、いやいや、私はこの人を幸せにするまで決して歩みをやめないっていうのを菩提心っていうんです。私もね、この菩提心がなかったら何度くじけていたか分かりません。煩悩即菩提っていうのはこの菩提心のこと。そう、菩提心、いや煩悩即菩提っていうのはこの菩提心が金剛の菩提心だから煩悩即菩提が起きるわけ。私たちは煩悩が起きると菩提心が吹き飛ぶんです。腹が立つと吹き飛んじゃうわけ。だけど煩悩即菩提っていうのは金剛の菩提心だから腹が立とうが、私の菩提心は消えない。だから苦しくても立ち上がって前に進んでいこうとする。投げ出そうとしても投げ出そうとしてもまたやり直していこう、これを菩提心っていうんです。全然違います。
全然違います。そう、菩提心ってそういうものですから、まず言葉の意味をね、菩提心って言ったら相手を幸せにするところまで私は決してね諦めません。バカにされようが、踏まれようが、罵られようが、叩かれようが、蹴られようが、もう煩悩が吹き上がってもういいって思ったとしても、そうだよね、この人を幸せにすると決めたじゃないか、頑張ろう、これを菩提心。その心には阿弥陀仏のお力によって、起こされた心だから必ず行が収まっている、ね、だから心と行、心にはね必ず行が収まっているわけだから必ず仏になれるわけ。ところが心だけで行はないんだ、ね、これを唯願無行と。南無阿弥陀仏はね、願だけで行が収まっていない。だから行は私たちがしないといけないんだって言ったのが聖道仏教。それに対して浄土仏教はいや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 、心だけではなくね、心には行が収まっている、心には行が収まっているというのは菩提心を起こした人はその菩提心によって必ず実行が伴うということなんです。だから仏になれると、こういうふうに浄土門の人たちは主張したんですね。菩提心を起こした、菩提心を起こしたっていうのは誰かを幸せにしてあげたいっていう心を起こした。そしたらね、起こしただけ、この人を幸せにしてあげたい、苦しんでる、ああ幸せにしてあげたい、ね、この人が悩んでる、ああ幸せにしてあげたい、ね、そうじゃないでしょ、子供を幸せにしてあげたい、ね、私はその心を起こしました、そしたら子供がね、苦しんでる、ああかわいそうだね、かわいそうだね、かわいそうだね、幸せにしてあげたいね、幸せにしてあげたいね、見てるだけ。そんなことないでしょ、心があるなら行動が伴うじゃないですか。子供が病気で苦しんでるね、唯願無行で言うならね、ああかわいそうだ、どうしよう、ああ幸せにしてあげたいな、ああどうしよう、ああどうしよう、どうしよう、どうしようで動かない。これ幸せにしてあげたいっていう気持ちがあるとは言わないですよね。心があるなら病院に連れて行きます。だから心には必ず行が伴ってるんです。心だけがあって行がないっていうのはね、心がないっていうんです。いや私はね仏になりたいという心を起こしました、菩提心を起こしました、ね、だけど行動はしたくありません、善はしたくない、だって大変そうだもん、それは心でしょ、大変そうだもんっていう心は全然菩提心じゃないじゃないですか。だから菩提心っていうのはね、起きたら必ず行が伴う、それも菩提心が金剛であるなら必ず行を伴っていくので仏になれるっていうのが親鸞聖人の教えなんです。心だけで行がないっていうことはないんです。だから私は阿弥陀仏に救われましたとね、よく見る、よく聞く、行は、行は、行やってるの、行、いや三号で信心は枯れませんから、どこで聞いたんですかそこいやそんなことない、三号で信心は測れます、だって
真には行が伴ってんだもん。どこで聞いたんですか。三号は新人ではっかれね、三号は新人では測れませんからね。なんでそんな言葉が出てきたんですか。じゃあ、はい、それは自分が三号に現れてないからなことない。三号に現れるの新人は。三号に現れる。三号に現れてないイコール信心がないっていうことなんです。よくわかりました。はい。ね、だからこの接在王仏と宝蔵菩薩との関係は、私が阿弥陀仏を見た時に起こしたこの菩提心についてね、説かれているんです。この菩提心を起こすことが一つの目的なんですね、私たち。これがなかなか起きない。だって自分を犠牲にしてでもね、相手を幸せにしてあげたいなんて心は私たちには起きないです。口先だけしか出てきません。本心からそれが出てきたらね、それはもうあなたは人間を超えた存在、宝蔵菩薩となったんです。だからこの菩提心を起こすことを親鸞聖人は信心って言ってるんです。だからなんかいろんな体験をするかもしれません。非常に喜ぶかもしれない、喜びの心が起きてくるかもしれない。でもそれは信心ではない。信心イコール喜びの心じゃないんです。信心イコール菩提心なんです。あなたがね、本当に救われたというならね、態度で示してください。本当に、いや、私もね、ぬか喜びはしたくないんです。よかったですねってね言うけど、ぬか喜びはしたくない。じゃ あ何で判断できるか。それはもうね、行で判断できます。その人も信心があれば必ず行で、行になって現れる。その行っていうのは宝蔵菩薩と同じ行です。そして宝蔵菩薩と同じ本願を持つ。それを実践できるっていうのがね、これが阿弥陀仏の救いなんです。だから信と行が両方とも収まっている、これを南無阿弥陀仏というわけですね。だから南無阿弥陀仏の南無には真が収まり、南無阿弥陀仏の阿弥陀仏には行が収まり、真と行が共に備わっている。これが南無阿弥陀仏。だから菩提心を起こすだけじゃなくて、その実践までも収めているというのが南無阿弥陀仏なんです。誰が実践するか。宝蔵菩薩が実践してくださったから、私は受け取る一つで実践したことになるわけじゃありません。あなたが実践しないといけないんです。あなたが実践するんですよ、この行。
あなたの力じゃなく阿弥陀仏のお力で。だから真と行が両方とも収まっているので、あなたは仏になれるってことなんです。そんな私にできるはずないわよっていうのは疑いです。偽情と言われるものです。疑いが晴れた時できますか。新人欠場で、はい、菩提心が決定したってことですか。そうですよ、菩提心が決定した時ですよ、当然。そしたら、はい、どういったらいいんだろうか。さっき言ったように、その、はい、暁ってよくお聞きしたんですけど、はい、暁はそのいわゆる菩提心を起こす道が定まったわけ。つまり菩提心、なかなかこう難しいですけど、菩提心が信心なんですよ、本来はね。だから信心欠場って、うん、なんか親鸞会で聞いてた時の、なんかどう言ったらいいんだろう、元その暁というところがその信心欠場。あ、ここが信心欠場と。いやいや、信心欠ってここですよ。あ、行を行ってってことですか。ここが信心欠場。ここで菩提心が起きる。で、ここからここまでの道のり。だから今までここが信心欠場だとね、勘違いしてる。いや、ここなんです。だからここで正常寿、信心欠場すると正常寿なんでしょ。一年ポッキ入正常寿との釈子とね、どんどん大師が釈しておられますよね。これは正常寿。ここは信と行を実践できるので仏になれる。信と行が収まっているので仏まで到達することができる。あれ？あれ、ここはってかね。ここ。ここはいわゆる気の人心が立った。ここが黒い心の中にポツンと白い心が収まった時。そこからその新人欠場まで行くこの間も行は必要なんですよね。そうです。その行について、お知られているのがこれが念仏なんですね。そこ二河白道。そう、ここ二河白道、ね、そうするとこの新人がポツンとしかなかった新人が私の中で確実なものに変わる。だから一つの点でしかなかった信心がね、阿弥陀仏からいただいた信心がね、点しかなかったものがそれをこう念仏によってどんどん訓従させていくと私の中の確固たる信心へと変わるわけ。だからここは 点なんです。まだそれを訓従させていくと自分の中でもう人生をかけてでもね、やらなければならないっていう気持ちへと成長していくんです。成長した時が菩提心なんですよ。その初めての点が入った時がね、気の人心。こっからここまでがね、大事なんです。あのこちらのその正常寿になった時のその行っていうのは、先ほど真と行が真の中に収まっているから、うん、阿弥陀仏の力で行ができるって言われましたよね、うん、はい、じゃあこちらの行は、はい、こちらの行は実際に六度満行を実践するのではなくて、念仏を実践するだけなんです。仏法を聞いたり仏法を説いたりするだけ。それはじゃあ阿弥陀仏の力ではないんですか。阿弥陀仏のお力によって訓従されている。だけど行がまだ出てないんです。私の中に行が現れてないんです。六度満行という行が現れてないんです。苦しみを抜いてあげたいっていう気持ちが起きてないんです。たとえ自分を犠牲にしてでもね、抜いてあげたいっていう気持ちね、法蔵菩薩と同じ気持ち、
それが起きてない。まだね、やっぱりお金儲けた方がいいかなとかね、楽な道もあるんじゃないかなとかね、そういうこう自分の中で、行ったり来たりしているようなね状態なんです、まだ。だからここまで成長しないといけないんですよ。だけど例えば本当に救われたという人でもね、ここで止まっちゃってる、ああ終わった、キロ人身でね、私は救われました、ありがとうございますとかね、ここでありがとうございますって言うんじゃないよと、ここで諦めちゃうと結局その人の信心って誠になってないんです、全然。だからもうね、仕事に頑張りますとかね、そういう話が出てくるわけ。いや、そうじゃなくて、あなた仏法伝えなくていいんですか、いや私のようなものに仏法は伝えられませんよとかね、ウィデさんあなたが伝えてくださいとかね、こんな気持ちで終わっちゃうわけ。私はね、うまく話せませんからとかね、うまく喋れませんから、人の前に出るなんてとてもとてもとてもとかね。そういうことを言う人って本当に気の人心立ってるんですか。いや、本当に気の人心が立ったとしても、まだそこまでの確固たる信心じゃない、今後じゃないんですよ、まだ。だから崩れるわけですよ。本当はここから全知識に従って教えを聞いて、この信心をいわゆる今後のものに変えないといけないんです。ところがね、もうここで終わったかのように思う。あ、救われた、私はもうこれで終わったね。で、前日から教えを聞くっていうことをなくね、はあ、ありがとうございます、卒業いたしました、卒業じゃない、入学なんです、今入学したところなんです、気の人心で入学なんですね、これから徹底的にしごいてあげないといけない時期がやってくるのにね、前時期から教えを聞いてね、しごかれないといけないのにね、私はもう卒業しました、じゃあさようならとかでね、こんな感じになっちゃうんです。なんでそんなになるんですか。それはまあほとんどが勘違い信心です。結論はやっぱそれなんだよ、勘違い信じ本当に気の人心が立ったらそうはならないってことです。本当に気の人心が立ったらね、私は何も分かりませんから一から教えてくださいっていう気持ちになるんです。そしたらね、一からこう教えてあげてね、仏教とはこういう教えですよと、で一人前へと育ててあげることが全知識のまた仕事になるし、一人前となるっていうのはその人が全知識となるってことなんです。前知識となったらね、もう卒業です、もう私の元からね離れていっていいですよと。だからこっからここまではね、前知識のそばにいないといけないのに、もうなんか前知識さようなら、私は自分の道を行きます、ああ行ってしまう行ってしまう、今からが大事なのに、ちょっと一言言うとムカとかねなったりして、私は救われてるのに、あなたこそヤンジンじゃないのとかねこんな風になってね、そうじゃなくて仏教ってこういう教えなんだから仏教を学んでくださいよと。ただ教養新書は信号のことが書いてあるのは、その信号の、そうそう、ここからここまでが大事なの。ここでもうね、なんか終わっちゃった気になるんです。あ、私はね、卒業させていただきました、私はもう一味でございます。一味じゃない、一味じゃない、一味こっからです。一味ならいいんです、一味ならあなた業をやってくれるからね。ところがあなたの姿を見てもとても業をやるようには見えない。もうありがとうございました、これから世間の仕事でバリバリと頑張りたいと思いますとかね、なんで業は六道満行ね、本尊菩薩の願いを継いでよ、私だけやるんですかとかね、いやこんなことね、私にはとてもできません、上田さん頑張ってください、こんな感じなんですよ。私すごい悲しいんです、非常に。いや、あなた本当に救われたって言うならね、ちょっとやってよ行ね、行行ね、行して
ね、もっと星を深く学ぶとかね、実践に移すとかね、どうですか、やってみませんか。いや、私にはとてもとてもできます。私はもうね、死ぬまでね、阿弥陀様にこうね、救われた身を喜びながらね、ああこんなものでも作ってくだされた阿弥陀様に感謝いたします、念仏の日暮らしをさせていただきますとかね。じゃあそうじゃなくて、そのもうちょっと真面目に仏法を聞いてくださいよと。これからの仏法を学ぶことが大事じゃないんですかと。これからの求道ですよ、これから火の中かき分けて頑張ってこいよと。いや私は今までね、火の中かき分けて頑張ってきました。違う、火の中はこれからですと。今までは火の中をかき分けてなかっただけなんです。苦労はしたけど、こっからが火の中かき分けての苦労なんですね。そこをくぐり抜けた人が一人前なんです。ちょうどね、なんていうんですかね、ここはアメリカの大学に入るようなもんなんですね。アメリカの大学は入るのはそんなに難しくない、入ってから卒業までが大変なね。とは日本の大学と勘違いしてる、入るのが難しい、入ってから卒業までは遊んでねいればいいと。そうじゃない、入るのもねまたちょっと難しい。ハーバード大学に入っ、ね、頑張って入った、入ってからまた卒業するまでが大変なんです。ちゃんとそれからが先生にね、今までは受験だった、先生にね教えを聞かなくても受験でよかった。受験してからは先生に教えをね聞きながら進んでほしい。で卒業したらもういいんです、じゃあどうぞと、まあ、あなたの自由にね進んでくださいと。こういうことですよ。だからなんていうんですかね、ここでもうみんないなくなっちゃう。ここでっていうか本当にここにいたかどうかも私は分かりませんよ。本当かなってこうね、私も救われました救われました救われましたとね、じゃあこっから頑張りますかって言うとね、もうじゃあありがとうございます卒業させていただきますって感じになっていくわけ。いや救われたならばこれが必要ですよって一言言うと顔色が変わる。やりたくないっていうのがねもう顔中に現れる今まで頑張ってきたのにこれから頑張らなくちゃいけないんですかっていうのがねもう顔中に現れる。そう、私も気を使って、あそうですか、じゃあちょっと別の方法をお伝えした方が、そうだんだんこう仏法から離れていってしまう。私もどう言ったらいいのか、救われたらこれが大事だよ大事だよって言って分かりましたっていう人がねなかなかいないんですよね。大事ですよ、そうですか、やっていきますとかね言ってくださいよ、スコルダーのまま。だからもう初めからねもう菩提心っていうところがね欠けてるんだと思います。菩提心を起こすことが目的なんですよ。あなたは菩提心起きてない、なんか阿弥陀仏を信じる信じてるだけなの。信心っていうのは信じることじゃなく菩提心なんです。菩提心が起きてないのにもうね早々とやめちゃってるんです。こういうねやっぱりいろんな間違いを起こす人がいるんですね。だからそこを間違えないためにあくまでも法蔵菩薩と同じ心が起きた時が救われた時ですよと、こ
こういうふうにお話をしてるんです。だから摂大王仏と宝蔵菩薩との関係は、阿弥陀仏を見た時の私の心、その心とあなたの心が一致していないのならば、それはまだあなたは救われていないってことなんです。分かっていただけたでしょうか。はい、じゃあちょっと休憩をしたいと思います。